もう4年間はずっともう野球漬けって感じですか、ね、野球漬けっていうかその準硬式野球部っていうのに入って、はい、その体育学部だったから、はい、体育学部入って、うん、あの体育会のクラブ入らないっていう人はまずありえない、うん、もう全然話にならないっていうか、うん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 、あの体育学部イコール体育会に入るみたいな当たり前のことで、だから、まあ、授業ももちろん半分ぐらい実技だし、うんうんうん、でこっちの野球もやってたし、うん、それはもうその後社会人になっていく時にもこう生きてくる感じなんですか、体育会。めちゃめちゃだからさっきの言ったように、はい、あの選手になれなくてもっていう、うん、その学びはすごいあって、うん、でそれですごいいろいろやりがいがある、うん、それもあったし、うん、あのその東海大の準硬式野球部ってそこそこ強くって、うんうん、ああいうのってリーグは1部2部ってあるじゃん、うん、で1部でビリだと2部の1位とこ入れ替え戦みたいなのあるでしょ、はい、でそれで1回も2部に落ちたことない、うんうんうん、歴史上ね、うん、で僕がいた頃にもう40何年間続いてるクラブだったから、うんうん、でだけど僕らの代の時が結構弱かった、うんうん、ずっと一部だったけど、うんうんうん、でその最後の時にリーグ戦で、はい、もう次負けたら、うん、6位になっちゃった、うん、最下位になった、うん、そんで2部の1位のチームと入れ替え戦をやるって時の、うんうんうん、で1勝1敗だった、うん、で2勝した方が残れる、うんうんうん、でその3試合目の時がまた感動的で、うんうん、次期、副将がヒットを打って、はい、でそのもう一人の次期副将がバントで送って、うん、で次期主将のやつがタイムリー打ってさよなら勝ちした、はい、もう絵に描いたようなドラマチックなことが起きて、はい、それで一部残留できた、うん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 、で一度とも二部に落ちてないっていうのを守れた、うんうん、それでみんなで泣きじゃくそういうのがすごいなんかんみんなで何かを達成するみたいな、一人の力じゃなくてみたいなことがやっぱチームスポーツってそういうのはいい、ね、それをすごい体験した。なんか大学時代のと鎌倉では何か思い出ありますか。大学時代はほぼないですね。でもまだ山崎に住んでたんですよね、二十何歳までいたってことは。そう、住んでたんだけど、はいはい、その学部的にも実技が多いし、うんうんうん、野球もやってたから、もうその通うのが大変になっちゃって、うん、2時間ぐらいかかるから、はい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 、でもヘトヘトな、で家帰ってきてもなんか寝ながら、本当に食べながらも寝ちゃうぐらい疲れてて、で、3年の時からはアパート暮らし、うん、あ、大学の近くに。寮とかじゃなくて、アパートに、うん、それも訳ありのアパートでね、はい、そのクラスの友達が、クラスの女と、同棲しちゃって、はい、で親にバレるとまずいって言って、はい、俺がその本人を装って、そこに住んでくれって言われて、はいはい、家賃半額でいいからって言って、はい、1万でそこに、はい、でだから親からたまに電話する。ああ、北枕君はね、今ちょっとね、買い物に行ってて、いつも買い物行ってる。北枕君のお家に、はい、そうそう、北枕君って半額でいいからちょっと住んどいてくれって、はい。はいはいはい、はい、そういう訳ありのアパートで。でも北枕君はそのなんか同棲したことじゃないですか。そうそう。で3人で。で違うところでだから女の子と一緒に同棲、はい、女の子のアパートで。はい、ああ、はいはいはい、北村くんがいなく、そう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 、女の子の家に行っちゃったから、そう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 、北村くんがいるべきところに藤さんが入って、そう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 、なるほど、替え玉です、替え玉。それはめちゃくちゃ人生に役立つそうです、ね、それも役立ってるね、うん、家賃1万だからね、うん、なるほど、ボールアパートだった、まあ、その時代がその1万で高いのか安いのかちょっとわかんないですけど、まあ、その時代でも安かったね、ああ、そうなんですか、公衆トイレだし、公衆トイレじゃない、共同トイレか、共同トイレ、分かります、分かります、だけど、まあ、俺は大学の頃って楽しいじゃん、何やっててもね、だから楽しかったね、麻雀やってね、麻雀やって、パチンコやって、野球やって、いつ授業やってんだっていうぐらい、そんなんだったからね、その時はもう全く鎌倉の彼女もなかったかもしれない、鎌倉の彼女もない、ああ、
まあ、それも良かったのかもしれない、一回ちょっとそこから離れて、一回ちょっと離れて、また帰ってくると、まあ、目線変わりますよね。で、社会人にはどんな感じで就職とか。社会人はね、はい、まあ、この話はね、はい、いつも俺するんだけど、もう実は高校の頃に働きたい会社が決まってたの。へえ。で、体育学部行って、はい、その先生っていう手もあったんだけど、やっぱりそこで働くってことがどうしても忘れられなくて、はい、それは何かっていうと、はい、やっぱスポーツをずっとやってたから、うん、ワールドカップ見たり、オリンピック見たりとかしてね、うんうんうん、そういう時に必ずこう3本ラインが、うんうんうん、必ずあって、うん、で、ああいうテレビを見てると感動したり鳥肌が立ったり、うん、っていうことがある時には必ずこの3本ラインがあって、うん、こんなに人々を、ね、感動させるね、うん、このブランドのところで俺は働きたいと思って、うん、もう高校の時にアディダスで働くってのことを決めてた。アディダス、アディダス、へえ、スポーツメーカー。そうそうそう、はいはいはい、スポーツのシューズとか、そうそうそう、ユニフォームとか。で、まあ、とにかくそこに入るには、はい、きっと運動をやってた方がいいだろうってんで、それもあって、体育は、うん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 、でずっと俺スポーツやってたよみたいな、うん、ダイヤスもこんな履いてるよ使ってるよって、うん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 、それで、その当時はアディダスがそのシューズとこのアパレル、ね、はい、ジャージとかのウェアが違う会社でやってた、うんうん、で俺シューズのは特に好きだったので、うん、そのシューズの会社に入ろうと思って、うん、だけど落ちたらもうやばいし絶対入りたいと思ってて、うんうんうん、で今は俺会社でさ、就職っていうのはもうエントリーシートっていうのも、うん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 、あの当時はエントリーシートなんて言葉なかったけど、いろんなところに出すの、うんうんうん、出すと 100社くらい出す人もいるらしい。そうですよね、就職活動。そうそうそう、そう、だけど僕の中ではそういう概念ない、はい、だって行きたいところにさ行くわけじゃん、うん、だから誰かと付き合うんでもさ、はい、誰かと結婚するんでもさ、何百人にラブレター出してさ、うん、で受かった人にと付き合うなんてことありえないでしょ、うんうん、で自分の愛した会社で自分のやりたいところに一本筋を通すのが当たり前という、うん、まあ、時代だったのかもしれないけど、うん、もう俺はそういう思いだったから、うん、他のそのスポーツ企業なんてのはもう全然考えてなかったし、うんうん、だから挨拶しか受けなかったんだけど、はい、だからそうは言ってもこれは落ちたらやばいと思って、面接の時にスーツを着てなかったです、はい、全部アイダス着てた。おい、すごいですね。帽子かぶり、ジャージ着て、はい、シューズ履いて、はい、でなおかつ自分が持っているアイダスの商品を、はい、でかいアイダスの遠征バッグに全部入れて、はい、ドンってやって、はい、どうですか、こんだけアイダスを愛してるんです、ボコ入れないでどうするんですかって言わなかったけど、そんくらいの気持ちでそこに行った、はい、僕はそういうずっと、はい、なんていうの、生き方なんですよ、はい、だからルールとか当たり前のことじゃなくても、その誠意とか気持ちとかパッションとか見せる方が大事だと思ってやってきてるから、うで、そうやってやったおかげで、はい、なんとその日に内定が来たんです。おお、そんでよっしゃと思ったら、はい、その後ネタがあって、はい、その時全員受かってたっていう。そうですか。まあ、ちょっとほら、さっきの高度経済成長時代じゃないけど、はいはいはい、いっぱいその時社員を取ったタイミング、人が足りない時代、普通に受かってたっていう。なるほど。で入った時にはもう噂になってて、はい、あ、お前か変なやつはって。じゃあ、はい、おじさん、はい、次はですね、はい、サラリーマン時代から脱サラまでの18年間ちょっと聞いていきたいんですけど、はい、アディダスで18年はやっぱなんかいろいろあったんですか。ありましたね、それは。さっきも言ったように、もう高校の時に行きたい会社だったから、うん、その仕事というよりも、もう憧れの、うんうんうん、で人々にこの感動を与えるこの素晴らしいブランドに入ったという、なんていうか、高揚感でもうやってたので、うん、まあ、もちろん給料はね、あった方がもちろんいいけど、うん、お金とかいうよりも、そこに、うん、そこで働けるっていう、うん、もうその喜びだけでちょっとやってました、ね、うん、で、たまたまね、まあいろんな
まあ、高度経済成長っていうのもあったんだろうけど、うん、あのさっき言ったようにシューズとアパレルが別々の会社だったことが、うんうん、いや同じアイザスなのに、うん、なんで別々なのっていう、まあうん、まあ当たり前の疑問って当たり前の疑問なんだけど、うん、あのドイツの本社の方からもそういう、まあ、話もあったし、はい、バラバラにより一緒にやった方がいいじゃんみたいなね、うんまあ、当たり前の発想で、まあ、その時に片やアパレルやっているデサントって会社があるんだけど、うん、そこにこっちのシューズをやっている僕が入った会社が吸収合併されるってことになったんだよ、うんうん、でこっちの僕の入った会社は、まあ、金松っていうあの商社の、はいまあ、スポーツ部門、うんうん、でこっちはデサントっていうスポーツ、業界の、まあ、一部上場会社、うんうん、でこっちは全然でかい、うんうんうん、で吸収合併っていう、まあ、おかげっちゃおかげなのかな、うん、こういう、まあ、小さい会社から一部上場の会社に、うんまあ、吸収合併されたんです、うんうん、でそこでただ吸収合併されてすぐデサントの社員になるかっていうと、まあ、移行期間とかがあって、うんまあ、別の名前の、まあ、デサントの保有する違う会社の社員になったんです、うん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 、でそこで移行期間が終わって正式にデサントの社員になったっていう、うん、だから2回会社合併、うんだけどやってることはずっとアイザスの仕事で、うん、でさらにデサントがまあ長かったんだけど、うん、いよいよ本国のドイツから、うん、アイザスがそのサプライヤーとしてデサントに仕事を、うん、アイザスってブランドをやらせるんではなくて、うん、本社のアイザス社が日本支社を作るってことになった、うん、で要するに外資、うん、でそこでアイザスジャパンっていうのができて、うんうんだから僕はその1回2回3回変わってるのかな、うん、3回変わってるけどずっとやってることはずっとアイザスの仕事なんで、うんまあ、部署とかそういうのは変わってるけど、うん、4回変わってる、3回変わってるんですよ、うんうんうん、でその度に一応退職金みたいのが出て、うん、そういう意味ではラッキーしちゃったんだけど、はいでその一番最初にいた会社で1年半いて、で次の会社で2年ぐらいだったかな、はい、でその度に、まあ、一応会社都合ってことだから、うんまあ、一旦退職金みたいに出て、うんうんまあ、退職金みたいに、うん、で新しい会社に、うん、っていうのを繰り返してでそれが、まあ、今年で18年だったけど最初はああいう営業会社っていうか物を売る会社っていうのは、うん、まずはとりあえず営業やらされるじゃん、うんうんうん、で営業やってちょっとまあ鍛えられてこいみたいな感じで営業になるんだけど、うんうん、ね4年目だか5年目にね、はい、たまたまね商品企画にね、はいええ、まあある意味抜擢なんだけど何千人もいる中でその商品企画っていうとさやっぱりまたなのかなちょっとわからないけど一応まあ抜擢されるみたいな感じになって、うんうん、でなんで抜擢されたのかっていうのはその時は聞かなかったんだけど後から聞くと、うん、なんかいろんなトレンド雑誌とかさ、うんまあ、海外の雑誌とか、うん、あとはファッション誌とか、うんまあ、その当時で何アンアンとかノンノンとか、うんうんうん、ポパイとかああいう雑誌ね、うん、そういうのを結構興味あっていつもこう、うん、見たりしてたのを、うんその時の部長が見てあいつはああいうことにも興味あるんだなって言ったらあいつはどうだみたいになったらしくて、うんうんうんまあ、それはきっかけで商品企画に呼んでいただいて、うん、でところがここからはまたね俺らしいところなんだけど、はい、その部長専属の、ね、部長が、うん、お前ちょっと商品企画ちょっとやってみないかみたいな話をいただいて、うん、すごいそのいい話なのね、うんうんうん、人事的に言うと、うんでところがその商品企画っていうのが大阪に支店があった、うんうん、で僕は東京支店に勤務だったから、うん、でその時にそのまだ子供がちっちゃかった、うんうんうん、で大阪本社に行くとすっごいくだらない理由なんだけど、うん、今思うと、うんうん、子供が関西弁になっちゃう、うん、で関西弁ちょっと、はい別に今は全然思わないんだけど、はい、その当時は関西弁、子供は関西弁喋るのちょっとなみたいな思いがあって、いやーちょっとなでそんな理由で、はい、これ断ったんです。あ、
そうなんですか、自分のことじゃなくて息子さんの理由で、まあ、そうね、あとは、はい、まあ、関西に行くのもそんなに進んでとは思わなかったのかな。だけどそっちの方が大きかったかもしれない。それで、はい、すごいそんなくだらない理由で、そんないい話を断るっていうことが、はい、すごい申し訳なかったから、すごいそういうとこ真面目だから、次の日俺辞表出したんです、はい、もう会社辞めますね、もうそんないい話を、そんなつまらないことでお断りして本当に申し訳ないと、私もうこの会社に言う必要ないと、申し訳ないですって言って辞表出してた。そしたら言ってみるもんだね、部長が、いやちょっと待て、ちょっといろいろ検討するから、まあ、そんなにそんな大げさな話でもないし、ちょっと思いとどまれみたいなことを言ってくださって、で次の日また呼ばれたの、そしたら、おうじ、よかったな、お前のそのごねたおかげで東京支部が商品企画の東京支部を作ることになったよって言ってくださって、はいはい、そう、そのごねたのが結果にで、だけどちょうど会社として考えてたらしいの、その商品企画っていうそのトレンドをね、いち早くこうキャッチしていろんな商品に生かすっていう部署はやっぱり東京にないとダメだっていうのが検討されてた時期だったので、まあ、ちょうどよかったらしいんだけど、で東京支部にができて、で1年目はやっぱりすぐはこう変えられなかったので、俺が一人で東京支部の、まあ、駐在みたいな感じで一人で商品企画の東京でやってたんです。で2年目から東京の大阪からのメンバーがこうやってきて、で本格的に大阪から東京に商品企画が変わった。で東京でその商品企画をやって、でそのうちあの原宿にリサーチセンターみたいなのができて、でそこに行ったりしたりして、で商品企画ずっと、辞めるまでは商品企画。具体的に商品企画ってのは何を企画するんですか？その商品のデザインとか。ね、最初のうちは、はい、あの分業でもなかったから、1から10までほぼやるような、はい、なんかデザインもすれば、色決めたり、プロダクトもすれば、スペックも決めれば、まあ、アパレルで言えばこういう型とかね、サイズとか、そういうのもやったりとか、全部やる。ことをやってたんだけど、そのうちまあ分業になって、まあ、あの要するにマーチャンダイザーっていう役目だから、市場調査してどういう商品をどのくらいの値段で 何足作るとか何着作るとかってい そういういわゆる企画的なことをやる係で、実際にデザインを起こす人にこれこれ市場が今こうだからこういうデザインでこういう色でこういうスタイルのこういうものをちょっと書いてくれみたいな、で書いてきたいのでここはこうでいいのかなみたいなことをやる係、一番偉そうにする一番、いやいや偉いそうっていうか偉いですよね、そこがね、まあ一応立場的にはね、そういろんな人をこう、うまく使っていいものづくりをして売れる商品を作るっていうわけだから、それがいわゆるマーチャンダイザーっていうのをずっとやってた。で、まあ最初はシューズやったり、まあシューズって言ってもほら、あのサッカーだけじゃなくて、もういろんなシューズがあるから、陸上やらテニスやらね、何人もいるんです。サッカーの担当とか、でいろんな担当をやり、であとはバッグとかキャップとか。タオルとかそのまま雑品もあって、まあ、そういう担当もやったりしていろいろ経験し、でアパレルだけはやっぱりあの元々のデサントのアパレルやってた人たちが主にしてやってたから、アパレルやったことないんだけど、だから結構あの今でいうヒット商品みたいなの結構出した。へえー、そうなんですね。で、さっきみたいにアイダスのことが好きで、そういうブランドに憧れて入ったから、自分的にはなんていうの、仕事してるというよりも、本当にこんなアイダスというブランドで働かせてもらえてるっていうありがたみと、まあ、趣味の延長つったら大げさだけど、でおまけに商品企画になったから、で商品企画は各担当がいて、その人が責任を持たせてくれるから、自分の思う好きなものをまで作り始めたから、
り始めちゃったっていうとちょっと言葉悪いけど、うん、だけど僕の欲しいものイコール市場でのニーズもあるっていうものは作るべきだと思ってたから作ったんだけど、その営業との打ち合わせとかでさ、いや今もうこうなってるし他社でこういうのも出てるからこれもいらないよとかいうこともある、そうするとそれポシャるわけ、そうするとサンプルだけ残って世の中に1点しかないアイザスのサンプル品みたいのが結構俺持ってるっていうそれ貴重ですね。そうそうそう、で そのうちそれを見越してわざわざそういうとりあえずサンプル作っちゃうみたいなのも悪いことしたりして、でまた氏は趣味で何かやってるよみたいに言われながら、まあだけどそういうのもまあやりつつ、まあ、いいものも作りながら、本当に思いでやってたから、であとは僕のその商品企画の商品のプレゼンをみんなすごい楽しみにしてくれた。なんでかっていうと、やっぱ人を喜ばせたり笑わせるの好きだったから、その時からプレゼンが結構趣向を凝らしてた。でさっき言ったようにその担当がいっぱいいるから、その営業への商品説明ってもう何日もやるんですよ、3日くらい、朝から晩まで、そうすると営業も疲れちゃうし、いっぱい商品あるし、もう頭に残んないでしょ、だからいかに頭に残らせるかみたいなのが結構ポイントなんで、あの時うちこんなプレゼンしてたよな、あの時の商品これだよなみたいなくらいインパクトに残さなきゃいけないと思って、まあ、いろいろ思考を凝らしてやって、まあ、ある時はパンツ一丁でやったりとかして、で後ろにダンサーこう手伝ってもらって、ダンサーっつってもその商品企画の同じメンバーね、俺ちょっとこういうプレゼンしたいんで裏でこういう踊りやってくれて振り付け練習させたりして、そんなあの楽しいプレゼンをしてました。へえ、すごいですね、じゃあアディダスブランドだけど、まあ、ある種宇治さんの好きな作りたいの、そう、俺のエッセンスがかなり入ってるね趣味が、で一点物が宇治さんが今隠し持ってるわけですか、隠し持ってるのもあるすごいですね。いや、それ鎌倉界隈でだったら相当な値段がつくんじゃないですか。ね、アイドスマニアはいっぱいいるからね。うん。ね、それはあの手放せない。手放せない。まあ遺産のものですもんね。もだって本来それ試作だって会社のものじゃないんですか。本当。いや本当はそうです。いやだから本当は俺が持っちゃ多分いけないんだけど、ね、まあそんなにガチガチのもんではないから。まあ当時はそうですね。まあ時効じゃないですか。そうそうそう。はい、ということにしたいです。はい。